こんにちは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.17.20.20 のアップデートがありましたので紹介いたします。ついにベータ版がバージョン 1.17.20 になりました。ということで、そろそろバージョン 1.17.10 の正式リリースも近いかと思います。来週か再来週には来ると予想します。ロウソクが登場するので楽しみですね。それではバージョン 1.17.20.20 の内容について紹介いたします。まずはゲームルールにリスポーンブロックエクスプロードという項目が追加しました。こちらはネザーでベッドに寝ようとすると爆発するのですが、このゲームルールをフォルスにするとベッドが爆発しなくなります。さらにオーバーワールドでリスポーンアンカーを使うと爆発しますが、それも爆発しなくなります。以前紹介した動画でリスポーンアンカーの危険性を紹介しましたが、リスポーンブロックエクスプロードというゲームルールが追加してそれを回避できるようになりました。ベッドの爆発もなくなるので、これはありがたいですね。これでベッドやリスポーンアンカーでの嵐がなくなりますね。しかも完全サバイバルでもこの設定ができるので嵐対策もバッチリですね。続いてのニュースです。その他の変更や修正について一気に紹介していきます。指南役前へ。はじめい。そこまで。このように剣で竹を切ることができるようになりました。刀で竹を切るという遊びができますね。続いてネザーでの敵ボムの発生を Java 版に近づけるように変更しました。ネザーでのプレイヤーの周囲にいるモブの数が30から40体ではなく最大15から20体になります。レシピタブからシュルカーボックスに色をつけると中身がなくなるバグがありましたが、それが修正され中身がなくならないようになりました。厄介なバグがやっと修正されました。続いて頭皮や白樺の葉っぱがバイオームによって少し色が変わっていましたが、修正されその効果が無効になりました。続いてエンチャントテーブルが光源を発するようになり、光源レベル7を放出するようになりました。それでも敵モブは出現するレベルの明るさですね。粉雪切りバケツを発射装置で出すことができ、さらに回収することができるようになりました。今のバージョンでは回収ができなかったのですが、やっと修正されましたね。なぜ回収できなかったのか不思議でした。続いて根付いた土に看板を配置するとテキスト入力ができなかったバグが修正され、ちゃんと書けるようになりました。コメント欄にそのようなバグが報告されていましたが、ここでやっと修正されます。続いて三人称視点でのオフハンドシールドでプレイヤーの腕へのクリッピングを修正しました。これで盾を変に持つことはなくなるのかな。ずいぶん前からあったバグですが、ソウルスピードのついたブーツが耐久度を失った後、正しく装備を解除できるようになりました。耐久度がなくても装備が外せなくなるという呪いがかかったようなバグがやっと治ります。というより耐久度がなくなってブーツも消えてなくなりますね。そして小ヤギに角がなくなります。実際角はないのでよりリアルにした感じですね。以上現場からでした。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。まずは洞窟と崖の試験的なゲームに関する修正です。洞窟と崖の試験的トグルが有効になっているワールドは、同じシード値を使用した試験的ゲームプレイをしていないワールドと同じデフォルトのワールドスポーン位置を持つ可能性が高くなります。続いてバニラに関する修正です。ブロックインタラクションのクリックサウンドはブロックボリュームスライダーによって制御されるようになりました。レバーのトグルサウンドを入れ替えて Java 版と同等になりました。続いて全般の修正です。粉雪で満たされた大釜に粉雪切りバケツを使っても新しい粉雪ブロックが作成されなくなりました。完全に満たされた大釜で水入れバケツを使用すると正しいサウンドが鳴るようになりました。溶岩バケツを空にして溶岩で満たされた大釜に入れることができるようになりました。
グローベリーのつるはミツバチによって受粉できるようになりました。ドリップストーンの落下位置がわずかにオフセットされなくなりました。ターゲットブロックがレッドストーン信号を伝導するようになりました。チートがアクティブ化されていないときにテルコマンドが失敗しなくなりました。次元間でモブをテレポートしてもモブがデスポンすることはなくなりました。チェスト付きのトロッコに中身までコピーするブロック選択をするとチェストの中身もコピーするようになりました。ホグリン小屋のチェストにエンチャント付きのダイヤモンドツルハシが見つかるようになりました。ストラクチャーブロックをロードした時に水の泡が正しく配置されるようになりました。続いて音に関する修正です。アメジストの歩行音がプレイヤーオーディオ設定の影響を受けるようになりました。ディープスレートの歩行音がプレイヤーのオーディオ設定の影響を受けるようになりました。コケブロックの歩行音がプレイヤーオーディオ設定の影響を受けるようになりました。粉雪の中上を移動する音がプレイヤーオーディオ設定の影響を受けるようになりました。ブロックへのジャンプと着陸音がプレイヤーオーディオ設定の影響を受けるようになりました。ドリップストーンのドリップ音がブロックオーディオ設定の影響を受けるようになりました。ウミガメが卵を砂の上に置いた時に骨粉の音を出さなくなりました。大きなドリップリーフに明確なティルトアップサウンドが追加されました。最後にユーザーインターフェースに関する修正です。サインインダイアログは PlayStation 4のプライマリープレイヤー以外のユーザーには分割画面ゲームが表示されなくなりました。チャットを開く方法のデバッグ文字列が表示されなくなりました。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.17.20.20 のアップデート内容でした。剣で滝を切ることができるというかっこいい演出や、リスポーンアンカーやベッドの爆発を無効にできたりと、バージョン 1.17.20 もなかなか良いアップデートになるのではないでしょうか。これも楽しみになりますね。こちらのアップデートは、スイッチ版、iOS、Android、Win10 版の PC、Xbox One 版、PS4 に来る予定です。それでは、良い一日を。